はい、プレーボールの前野球人です。ヤクルトドラフト候補にエネオス、渡来隆起、リストアップ、ポスト村上に社会人3冠を狙うということでございまして、はい、今回はヤクルトのドラフトのお話ということですね。誰になるんだろうっていうところなんですけれども、どうやらね、渡来選手をリストアップしたという情報が入ってきております。まあ、渡来選手といえばですね、ヤクルトとつながりのある選手ということで、まあ、早くからですね、こうヤクルトあるんじゃないかみたいなことを言われていたんですけど、やっぱね、こうリストアップはしているということでございます。まずね、記事からチェックしていきましょう。ヤクルトが今週ドラフト候補にエネオス、渡来リストアップ。ヤクルトが今週のドラフト候補としてエネオスの渡来隆起外野手をリストアップしていることがいつか分かった。元ヤクルト内野手の広文氏の次男で、サッカーの都市対抗大会で野手では周波数となる三冠、八都賞、若獅子賞、打撃賞の同時受賞に輝いた逸材。親子鷹ならぬ親子つまめが実現すれば、村上宗隆内野手との三冠共演も夢ではない。夢の親子つまめが実現するかということですね。で、球団関係者は1球目からどんな球に対しても自分のスイングができる能力がある。教えてできることではない。リズムも残せるし、本塁打も打てる。毎年3割20、30発打てる力はあると、左の強打者に太鼓判を押した。偉大な父の背中を見て成長してきた。父、広文氏は1990年代から2000年代にかけて内外を守れるユーティリティプレイヤーとして通算527試合に出場。2001年にはリーグ優勝と日本一に貢献し、引退試合の始球式では兄、元木が投手役を、龍樹が捕手役を務めた。龍樹は東京北砂リトルに所属していた小学6年時に、スワローズジュニアに選出された。横浜高校では1年春からベンチ入り。ヤクルトは当時から注目していたということですね。で、次に続きます。甲子園は2度出場、高校通算24本塁打をマークしたが、高3時のドラフト会議では指名盛りを経験、悔しさを胸に社会人の名門エネオスに進むと、外野手にコンバート、1年目からレギュラーの座を掴んだ。スター性は十分。社会人2年目の昨年は7月の都市対抗大会で打率4割2分9厘4本塁打の好成績を残し、 MVP に当たる橋戸賞、新人賞に当たる若獅子賞、優秀な打撃成績を収めた選手に贈られる打撃賞の3冠を達成。12月にはベストナイン、最多本塁打賞、最多打点賞で表彰されるなど、社会人のタイトルを総なめにした。ヤクルトには日本選手最多のシーズン56本塁打を放ち、令和初で史上最年少の三冠王に輝いた村上がおり、夢の三冠共演が実現する可能性もある。チームの外野手は41歳の青木を筆頭にサンタナ、塩見、山崎、2年目の丸山、ドラフト3位沢井激戦区。ただ今年の渡来は内野手に再挑戦するプランもあり、起用の幅は広がる。球団幹部はミート力、バットコントロールはすごいが、社会人に入ってさらにパワーもついたと高く評価した。球界の親子だがといえば野村克也と勝則や長嶋茂雄と一茂らがいたが、過去に親子2代でヤクルトからドラフト指名された例はない。スワローズ黄金期到来へ、アマ球界の一切の動向を注視していくということでございます。まあ、ドライチとか、まあ、上位とかですね、そういった文言はついておりませんが、まあ、それなりにですね、高い評価っていうのは、まあ、現時点でもね、与えているんではないでしょうか。ではね、この渡来選手どういう選手かというところをもうちょっと詳しくチェックしていきましょう。はい、では見ていきます。渡来隆起選手、エネオス、天才二世スラッガーですね。出身地は千葉県、2002年10月4日まで20歳、183センチ、83キロ、ポジションはセカンド、外野、右投げ、左打ちの選手です。特徴はですね、高校通算は24本塁打、社会人通算は12本塁打ですね。50メートル6秒0、遠投118メートル。選手タイプはスラッガータイプの選手でございます。横浜高校では1年春から外野手としてベンチ入りすると、甲子園も経験、予選から7打席連続ヒットを記録、1年秋からはセカンドとして活躍。プロ注目の選手に成長していくか、3年次のドラフトで指名盛りを経験し、卒業後は現在のエネオスに入社。高卒1年目ながら外野でレギュラーをつかみ、計4本塁打を記録し、都市対抗日本選手権の主将も果たしました。そして2年目の昨年は都市対抗で4ホーマーを放つ大活躍で、チームの優勝に大きく貢献し、その年のベストナイン&社会人3冠を達成したということでございます。はい、渡来選手ですね、横浜高校時代から活躍していた選手でございまして、ドラフト候補としてもですね、リストアップされておりました。まあ、私のね、動画でも、その年に取り上げたかなっていうふうには思うんですけれども、まあね、こうお父様との関係からですね、まあ、ヤクルトが取るんじゃないかというふうに言われておりましたが、結局こう指名漏れということになっておりました。で、そこからエネオスに行ってですね、まあ、長打が伸びたという形になりました。で、まあ、渡来選手に関してはやはりね、こう今季注目打者の一人かなということですね。まあ、高卒社会人3年目ということで、今年ドラフト解禁年ということになってます。高卒社会人なので年齢っていうのもまだまだ若いですね。大学3年生の代ということになりますので、その若さっていうのももちろん魅力的なね、選手でございます。まあ、やっぱね、高卒の野手っていうところで活躍する選手っていうのはなかなかね、社会人でもいないんですけど、まあ、ただね、彼は2年目の昨年ですね、社会人のタイトルを総なめしたというところでございますので、まあ、やっぱ注目度は高いよねと。ではね、そんな渡来選手の成績はというところでチェックしていきましょう。
はい、では成績というところをチェックしていきましょう。まずは2021年ですね、おととし社会人1年目の成績チェックしていくと、21試合で2割8分4厘、67打数の19安打4ホーマー、11打点11三振1四球、 BBK が 0.09、 OPS 0.782 という成績でございます。まあ高卒1年目でですね、しっかりとレギュラーに定着いたしました。ホームランも4本打っているんですよね。高校時代っていうのはやはりね、どっちかというと、まあ、ミート力に優れた選手、三振率っていうのは低かったので、まあそういうタイプなのかなっていうところだったんですけど、まあいきなりねホームラン4本放っていたというところでございます。まあすごいですね、やっぱこれだけ打てるっていうのは、まあやっぱね天性の打撃センスっていうのが、光った1年だったのかなっていうところでございます。で2022年ですね、社会人成績、昨シーズン社会人2年目の成績見ていくと、36試合で3割4厘、135打数の41安打8ホーマー、31打点、20三振7四球、OPS 0.910 という成績でございました。はい、去年の社会人成績チェックしていくと、まあいい成績ですよね。軒並みこう成長はしているのかなというところでございます。打率も3割乗りましたし、まあホームランもね、8本打っていると、まあ試合数が多いんですけれども、まあそれでもね、8ホーマー打てるっていうのはさすがですよね。OPS も 0.9 乗っておりますし、まあやはりですね、高卒2年目とは思えない成績を残していたということでございます。で、日本選手権都市対抗ですね、まあ社会人の2大大会にのみ絞って見ていくと、14試合で2割5分5厘、55打数の10安打6ホーマー、15打点、 OPS が 0.803 という成績でございます。はい、まあ2大大会に絞ったらですね、やはりこう成績っていうのは若干落ちてしまうのかなと。都市対抗ではですね、めちゃくちゃね、昨年打ちまくったんですけど、対照的に日本選手権ではなかなかね打てなかったと。まあ彼のですね、課題の一つにやっぱこう好不調の波っていうところが激しいってね、いうポイントがありますので、まあそういったところがね、去年はまあ良くも悪くも出ていたのかなっていうところでございます。まずは BBK が低いというかですね、あまりこうフォアボールを選べるタイプではないと、これは高校時代から一貫しておりまして、まあそうがね課題ではあるんですけど、まあまあただね、社会人1年目と比べれば昨年はある程度選べるようにもなっておりますし、まあ三振率っていうのもですね低く推移しておりますので、まあタイプ的にはですね、こう広島の西川春樹選手とか、まあそっちに近いねフリースインガーなのかなっていう感じはするんですけど、まあそれでもリスト長打を両立できる可能性がある選手ということを考えればですね、まあまあやっぱねいい選手なのは間違いありません。社会人に入ってから確かな成長も見えるというところでございますので、まあ3年目ドラフト解禁年の今年ですね、どのような成績を残すのか今から楽しみで仕方がありませんが。はい、でそんな渡来選手をですねリストアップしたヤクルトなんですけれども、そのヤクルトの野手事情っていうところもですねチェックしていきましょう。はい、ではヤクルトの野手というところでチェックしていきましょう。捕手、内野手、外野手ですね、野手見ていきます。で黄色で書いているのがドラフトで獲得した選手ということになっておりまして、でまあこう見ていくとですね、やはりこう注目してほしいポイントで言うと、まあ外野ですよね。まあ渡来選手外野手なので、そこを見ていくと、まあ、青木選手、山崎選手、塩見選手、丸山選手、並木選手、浜田選手、そして沢井選手を獲得ということでございます。日本人外野手は計7選手ですね。まあ、助っ人入れれば、サンタナがね、ここに加わって、計8選手ということになってます。で、育成はね、1選手というところなんですけれども、で、これは12球団でハムと並んでですね、最小人数ということになります。まあ、計7選手っていうことなんですけど、かなりですね、ヤクルトに関しては外野手が少なくなっております。まあ、坂口選手が引退されました。まあ、あとね中山選手もリリースということになって、渡辺選手が、現役ドラフトで出ていったというところなんで、結構ですね削れたんですよね、外野手に関しては。一方ねこう入ってきたのは、沢井選手というところになってます。まあ、西村選手も外野っていうところだったんですが、一応こう内野もやらせるということなので、登録は内野手登録ということになってます。当然ですね、内野手で外野を守る選手っていうのは多くいるんですけれども、まあでもねやっぱ登録人数で見たら外野っていうのは今ね現状ヤクルトかなり少なくなってきておりまして、まあ青木選手ももう40歳超えておりまして、今期がですねもう契約最終年ということになっておりますので、まあ、いつまでも頼ってられませんよね。そういうところを考えれば、まあまあやっぱね外野っていうのは今ヤクルトには必要になっていると。まあさらにもっと広げていくとですね、渡来選手内野での起用の可能性も大きいんですよね。高校時代はセカンドを守っておりましたし、まあ今もですねこうたまにですがセカンドにつきます。先ほどの記事にもですね書かれていた通り、またねこう内野に再挑戦する可能性もあるということでございますので、まあそうなったらですね、まあいろんなね選択肢っていうのが生まれてくるよねということになっております。ヤクルトで言うとですね、村上選手が最短で2025年にポスティング移籍が可能となっております。複数年契約結びましたが、まあ早ければあと3シーズン後にですね出ていってしまう可能性があるということを考えればですね、仮に渡来選手がまあセカンドないしサードですよね、ここを守ることができれば、そのまま、村上選手が去ったサードにこう入ってくるっていう考えもですね十二分にね、できるんじゃないかなというところにもなっております。当然ねヤ
クルト外野少ないので、そこにはまればっていうところもあるんですけど、まあ外野に関しては助っ人選手をですね、使いたいっていうね、ところもありますので、まあやっぱできることならですね、内野を守れるに越したことがありませんので、まあ仮にね、渡来選手が内野を守れるという判断であれば、そういう可能性もね、あるのかなというふうには感じます。なので、まあやっぱね、ヤクルト上位で、渡来選手を獲得する可能性っていうのも、やっぱあり得るんじゃないかなっていう感じはいたしますね。まあただヤクルトがね、確実に指名するなら、やっぱこう1位指名を、まあ使わざるを得ないのかなっていうね、感じはしますよね。まあ今年のね、ドラフト1位12人予想に、もう入れている方っていうのもかなり多くなっております。まあ個人的には絶対1位かと言われると、まあどうなんだろうっていうところもあるんですけれども、ただヤクルトが取るとしたらですね、まあまあまだね、ペナントレース始まっていないですし、なんとも言えないんですけど、仮にね、またこう、1位とか2位とかの順位であれば、当然ウェーバーは後ろになっていきますし、そうなると2位の後ろの方で渡来選手が残っているかというと、まあそこはね、やっぱ微妙なところにもなってくるんじゃないかなっていうふうに感じます。まあ渡来選手が今年ね、しっかり成績残せるか残せないかっていうところも関係はしてくるんですけれども、まあこのままの成長曲線でですね、また成績上げていけば、当然ですね、評価も上がってくるわけなので、まあ他球団でもね、欲しいっていう声は出てくるでしょう。特にこう内野を守れるというね、判断が他球団もしてくるのであれば、まあそれこそね、まあ1位入札の可能性っていうのも出てくるわけなので、まあそういうところも含めると、まあやっぱヤクルトが確実に取るとしたら、まあ1位を使うしかないのかなっていう感じはいたしますので、まあそこをね、使うかどうかの判断っていうところは、まあ今年ですね、1年のペナントレースにも大きく左右される感じはいたしますので、まあ1位指名の可能性も含めてね、要注目かなというところでございます。では今日は以上ですね、最後ネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。高卒 G プロのスカウトたちからは伸びしろがないと判断されて指名漏れしたんだろうけれど、逆に指名漏れが糧になったんだろう、こういう選手は応援したくなるということですね。まあやっぱね、高校の時に、まあ、指名漏れしておりました。まあ個人的にはね、やっぱまあまあどっか指名するんじゃないかなっていうふうには思っていたので、まあちょっとびっくりはしたかなと。まあ特にね、こうヤクルト、まああとは横浜がですね、まあ横浜高校っていうところもあって、まあ注目していたみたいなところもあったので、その2球団が下位で取るんじゃないかなっていうのもあったんですけど、まあ結局取らずですね、指名漏れということになりました。まあおそらくね、育成指名であればですね、指名はあったんでしょうけれども、まあエネオスに進んだっていうところもありましたので、まあ育成はね、こう拒否だったのかなというところが推測できるんですけれども、まあやっぱね、こう指名漏れして、そこからですね、這い上がった選手っていうのはたくさんいますよね。まあ去年のね、ドラフト1位の中でもそういった選手っていうのはちらほらいますので、まあやっぱそこからね、また這い上がる選手っていうのも珍しくありませんので、まあやっぱそういう選手っていうのは、まあ強いなというか、一回こう挫折っていう部分を味わっておりますので、まあそこからですね、現状維持ではなくて、まあ何か変えないと、こうプロ入りっていうのは難しいというですね、ところもですね、あるでしょうし、しっかり考えて、まあ成長していけるっていう部分はね、大きいのかなっていう感じはいたします。まあなので渡来選手もね、あの時指名漏れしてよかったなというね、結果に今シーズンね、なればというところなんですけれども、でこちら見ていきましょう。去年のドラフトみたいに1指名が各球団分かれてすんなり決まってくれないかな、ヤクルトの渡来君が見たいよということですね。はい、でね、去年のドラフトで言うと、やっぱね、ちょっと本当異例の年になりましたね。不作年と言われておりましたので、まあだからこそですね、1指名の公言っていうのが異常に多かったということになります。ヤクルトもね、吉村選手を公言いたしまして、一本釣りということに成功いたしました。正直まあ上手かったんじゃないかなっていう気はしますよね、ヤクルトに関しては。まあ吉村選手ね、まあ大卒社会人3年目とはいえですね、まあ重複してもおかしくはなかったので、まあそんな中公言してしっかりと一本釣りできたのは大きかったなというところです。まあただね、今期に関してはそうはいかないでしょうということですよね。いい選手もたくさんいるので、まあ抽選して外れても外れ1位でカバーできるっていうところはあるんですよね。なので、まあまあ、ある程度、こう、競合集まるんじゃないかなっていう感じはいたします。まあ、ただ一方で逆に言うと、まあ、競合に集まるね、球団っていうのもあるんですけど、まあ、選手によっては、まあ、案外集まらなかった一本釣りみたいなですね、パターンも容易には想像はできますよね。まあ、過去にね、そういう例もありましたし、この選手が一本釣りみたいなですね、例が今年もですね、あり得るかもしれませんので、まあ、そういった意味では去年と今年、まあ、豊作度っていうのは違うんじゃないか、みたいなことも言われておりますが、まあ、各球団の動きもですね、要注目部分かなというところでございます。では今日は以上ですね。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。